皆さんおはようございます。本日は第1回おじさんと山に登ろうをお送りしたいと思います。本日一緒に山に登っていく視聴者シャンシャン、本日一緒に登ってくれる視聴者さんはトラニンさんです。トラニンさん、今日はよろしくお願いします。ということで今日登る山は日和田山ですね。日和田山、高差し山、物見山と歩いていき、それで帰ってくるような参考を予定しています。今日の天気は梅雨の合間の超晴天ということで、ジメジメしてるけど気温が上がりそうなので、ちょっと水分をこまめにとって歩いていきたいと思います。いやー、緊張するな。今日はタイトルバージョン希望ということで、こちらお渡ししたいと思います。よいしょ。ちょっとそれだけお渡しするのも寂しいんで、こちらも持ってきたいと思います。次回以降12回まで参加される方にはお渡ししたいと思います。よし、完成。今日は臨時駐車場に止めます。えい。日和田山の登山口まで来ました。すぐそこなんで待っていたいと思います。あ、どうも、はじめまして。よろしくお願いします。忘れちゃうんで、あのチョコの気温で、あれですよね、はい、あの溶けちゃうかもしれない。今日は残り剤持ってました。あ、そうなんですか。泡盛なんですけど、はい、飲まれます。あ、どうぞ。やらないとても瓶で重いと思う。はい、よろしくお願いします。トラニンさん来てくれました。トラニンさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではスタートしていきます。いつも男坂と女坂どっちで歩いてますか？男坂。男坂が多いですか？あ、帰りは女坂使うような感じですか？あ、なるほど。じゃあ今日もそれで行きますか。あ、全然そういうことは、はい、プンさんに誘われて。結構そうなんですよ、はい、はい、山を見て予習をしてもらありがとうございます。三峯神社に来たことあるんですか？おー、三峯神社、はいはい。で、秩父神社と、はい、あと仏さんの仏さん神社ですか？仏さん神社ありますね、はい。なんか三大神社じゃないですか？あー、そうなんですか。え、どこと、三峯と仏さんと秩父神社。秩父神社、あ、そうなんですね。それ知らなかった。それでは三大神社なんだ。コンプリートしたかったんで。あ、はい。そしたら、あの、三峯神社に奥にある。ありますね。これに登るためには登山しなきゃならない。なるほど。初めて。それきっかけなんですね。はい、ああ。最初のお休みの時は本当に10分で、はい、それは僕には無理だなと思いました。今日は男坂で行きたいと思います。ぜひよろしくお伝えください。あ、これちょっとお写真も。はい。ぜひ。休憩しましょうか。結構ハイペースですね。ハイペースすいません。ご飯でどこで食べますか？さすがにちょっとまだ早いですもんね。山まで行って、はい、降りてきて高差し山。なるほど、そうですね。高差し山、今下がちょっと下が開けているからそれでいいかもしれないですね。富士山の動画見て、あの小滝に行きました。ああ、あれは行きました。あの目ひわださん、目ひわさんはまだ行ってないですね。もしあれなら行ってもいいですね。はい、そうなんだ。滝、小滝行かれたんですね。行きました。僕行ったことないです。あ、そうなんですか。じゃあそろそろ行きますか。それでは日和田山山頂を目指して歩いていきます。留学、はい、ちょっと、はい、誤解を招く表現しちゃったですね。はい、
駅前留学みたいな留学のようなものですね。海外留学ではないんです。どう言ってんだろうね。普通に家に帰ってきますよ。は、うん、確かにここは景色がいいですね。ありがとうございます。はい、これもちょっと撮ってあげてもらっていいですか。あのこれですか。使わないですけど、はい、もし使っていただけたらすごい多分喜ぶと思う。あ、そうなんですか。何ちゃんなんですか。名前は特にないです、ね、ありますけれど、あるんですね。これは2人だけの秘密ということで。こんにちは。こここっち行くね。そうですね、ここに、ここが地味ですが、こちら、メヒワナさんたちを記念にタッチ、ぜひ今度パートナーさんを連れになって、はい、そうそう、ここは日曜とは思えないほど空いてますね。ヒワナさん到着です。えい。トラニーさんはあの取れ高気にされなくて大丈夫です。すごいありがたいことですが、いえいえ。それでは物見山方面向けて出発します。物見山到着しました。トラニーさん三角点行ったことないみたいなんで、初三角点今から行きたいと思います。三角点つきました。やった、はい、よし、じゃあここで休憩しましょうか、はい、でも一番初めにその今回の申し込もうってためらいとかもあったんじゃないですか。ためらいありますね。あ、なんかちょっと様子見てからなんか登ろうかなみたいなところも、なんかすごいこう僕もこう、はい、なんかいろいろやんなきゃいけないのかな。ああ。ああ、別に、あ、普通に登っていいの。あ、全然、全然、全然普通で。よかったです。大きいカメラを今入れたし。ああ、何じゃあ、物見山から高差し山向けて出発します。ちょうどここに出てたんですよ、今。この道に。この辺下ってきましたよ。音がする。先ほど視聴者さんに話しかけられましたが、カメラを回すのを忘れてしまいました。高差し山山頂です。じゃあ休憩します。日曜日の日和田さんはすごいですね。帰りは女坂で帰ります。そしてゴールしました。僕も厳しい人だったらどうしよう。じゃあ失礼します。今日はありがとうございました。ということで無事第1回おじさんと歩こう参考終了しました。お疲れ様でした。トラニーさんとってもいい方で、一緒に参考できて楽しかったです。トラニーさんありがとうございました。今日参考中に話しかけてくれたお二方、ちょっと撮影中ということであまりあの会話もできなかったんですが、とても話しかけていただいて嬉しかったです。ありがとうございます。これからもこのおじさんと歩こうシリーズはやっていきますので、また参加希望の方を募ることもあると思いますので、その時はぜひご参加いただければと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。